アレクセイ・ニコラエビッチ・ミーシン、ロシア語、アリクス・イエイ、ニカラー・アイエビチ・ミーシン、ラテン文字転車、アレクセイ・ニコル・エビッチ・ミーシン、1941年3月8日台、は、ロシアの元フィギュアスケート選手。現在はコーチで、レズガフト名称サンクトペテルブルク、国立体育アカデミーのスピードスケート及び、フィギュアスケート講座主任。サンクトペテルブルクフィギュアスケートアカデミー総監督。 ソビエト連邦功労スポーツマスター。ロシア連邦功労コーチ。アレクセイ・ウルマノフ、アレクセイ・ヤグディン、エフゲニー・プルシェンコ等のオリンピック金メダリストを含む、数多くの選手を育てた世界を代表する名コーチの一人。2004年2010年、アレクセイ・ミーシンは、海軍大佐の父・ニコライと、母、タチアナのもと、大祖国戦争の数ヶ月前の、 ウクライナソビエト社会主義共和国セバストポリで生まれた。戦時下の慢性的な物資不足により来る病を発症するも母親の献身的な育児により何とか生き延びることができた。両親がグルジア共和国の首都トビリシにあったナヒイモフ海軍学校に教師の職を見つけたためグルジアで幼少期を過ごす。その後父親の仕事の関係でレニングラードへ引っ越した。 少年時代のミイシンは活発な子供で多くの時間を通りで過ごした。また9歳年上の姉、リュドミラの恋人の影響で技術者を志していた。父親はスケートを好み日頃から子供たちを連れて滑りに行っていた。やがて大学生になった姉が奨学金でミイシンにスケート靴を買い与えると、彼は通りを行き交うトラックの後ろにフックを引っ掛けて滑る遊びに夢中になった。 そんなある日通りで危険な遊びにふける息子と友人らを発見した父親は慌てて彼をジャデノーブパイオニアーズパレスに送り正式にスケートを学ばせることにした。1956年に15歳でフィギュアスケートを本格的に習い始める。初めの死は1908年ロンドンオリンピック男子スペシャルフィギュア金メダリストニコライ・パニンの弟子、ニナレ・プリンスカイアだった。 その後、真剣に競技を始め、パニンとレプリンスカヤに指示した元スケーターで、イーゴリー・モスクビンのパートナーだったマイアベレンカヤの生徒になった。当初シングル選手として国内競技に参加したが、1967年からは、モスクビンの妻・タマラ・モスクビナとペアを組み国際試合に参加するようになった。1969年のソ連選手権では、同門で、 オリンピックで二度金メダルを獲得したリュドミラ・ベルソは、オレング・プロトポポフ組を破り優勝。また、世界選手権でも銀メダルを獲得し、競技から引退。1964年に、レニングラード電気工科大学を卒業後、レニングラード精密機械工学研究所の上級実験助手として働き始める。 1973年には、同大学院で PhD に相当する、準博士号を取得、教育学修士、エンジニアとして学ぶ傍らレスガフと、名称サンクトペテルブルク国立体育アカデミーで、コーチ学を収め、1968年から、同アカデミー講師として働く。コーチとしてのキャリアの始めには、インターンシップとして、アメリカに渡り、ジョン・カリーの死、 カルロファッシのシステムを、また、ドイツでは、カタリナビットの死ユッタ・ミュラーの教育メソッドを学んだが、コーチングの重要な部分は、スタニスラフ・ジュークとモスクビンから多くを学んだ。最初の弟子グループの一人で1973年のソビエートチャンピオンに育てたタチアナ・オレネワとは後に、結婚。1975年には、ユーリオ・フチンニコフが、欧州選手権3位に輝き、 コーチたちの国際的組織インターナショナルプロフェッショナル、スケーターズユニオンの副会長に選出されるなど、順風満帆のコーチ人生が続くかに思われた。しかしこの早すぎる成功が引き金となったのか、1976年、インスブルックオリンピック直前に何者かによってソ連、国家保安委員会に思想に、問題ありとして密告され、移動禁止処分を受ける。これにより、 国際的コーチとしての活動は大幅に制限されたため、空いた時間をフィギュアスケートの研究にあて科学の学位を取得。この時期に執筆した論文は2005年まで国立体育アカデミーの教科書として採用されていた。この時期、著書も数冊出版したが、前述の密告により思想に問題があると思われていたため、出版禁止措置を受けたり別人が著者としてクレジット。 されるなどした。なお1976年に発行されたジャンプスインフィギュアスケーティングと1979年のスクールインフィギュアスケーティングからの翻訳を抜粋編集したコーチとスケーターのためのフィギュア技術が日本でも1982年1月に国際文化出版社から出版されている。この時期も 国内大会には参加することができたが、テレビカメラが彼を映すことは禁じられ、現地レポートからも名前が消されるなど、厳しい制限監視下に置かれていた。こうした、迫害の日々は3年間続いた。1985年でスガフと国立体育アカデミー講座主任に就任。1990年には、同校教授就任。1994年リレハンメルオリンピックでは、 アレクセイ・ウルマノフが男子シングルで優勝。ミーシンはソビエトロシア時代を通じて初めての男子シングルのロシア人チャンピオンを育てたコーチとなった。その後もアレクセイ・ヤグリンやエフゲニー・プルシェンコなどをはじめ数多くの選手を育成し、現在もサンクトペテルブルクのスポーツパレス、ユビレーニーを拠点にコーチを続けている。毎年夏にはトレーニングキャンプを 欧米各地で開催した国の選手に対しても指導を行っている。イタリアのカロリーナ・コストナー、スイスのステファン・ランビエール、サラ・マイヤー、フィンランドのキーラ・コルピ、ルーマニアのゲオルゲ、チッパー、アメリカのジェレミー・アボット、スウェーデンのアドリアン・シュルタイス、さらには日本のスグリやケなどもミーシンの指導を受けた。後にランビエールはミーシンに正式にコーチ就任を依頼したが、ミーシンは プルシェンコの指導に専念するために、これを断った。ミーシンは、氷とスケート靴の間のコンタクトを自在に操る技術こそ、フィギュアスケートの本質的技術であるとし、それを磨くことでしか、フィギュアスケートの進歩はあり得ない、としている。1990年代後半から見られるようになった、足元のエッジワークよりも身振り手振り等の上半身の、動きに注力したような演技や、 観客に対するアピールばかりしているような演技が高いスケート技術によってなされる演技よりも高く評価されることがあることをたびたび批判している。そのような観点からの批判は自身の教え子であったアレクセイ・ヤグディも例外ではない。近年では上述した本質的スケート技術を新たな領域へと進歩させ、さらに4回転ジャンプまで飛べるパトリックちゃん・チャン・ヤコズカ。 高彦を非常に高く評価しているが、ちゃんの声と演技構成点は、実際に彼が実行した内容とそぐわず、また現在の状況は、フィギュアスケートの前身ではないとも指摘している。元教え子の妻タちアナ、長男アンドレイ、次男ニコライ。二人の息子は、テニスコーチ。 http://mishinlab.ru コロンススララッッシシュュスラッシュ aboutmission htmhathttp://www.eltech.ru スラッシュレスガフトアカデミー公式サイト内のミシンの紹介ページ新たな次元へ向かうフィギュアスケート championat.com 2008年11月16日 アレクセイミーシンのコメント、ちゃんと、小塚は全く新しいスケーティングをしている。ステップやターンの量が増えたという意味ではない、質的に進化した、新しい独創的なスケーティングザファイ、ガゼータ、RU2011 年4月29日、RIA、ノーボスチ2011年10月3日。ありがとうございます。